ニューヨークアーティストの太陽さんです。先週は雨でしたが、今週のニューヨークは随分とポカポカ陽気です。これくらいの時期のニューヨークはね、カラッと晴れた日が続いてとても気持ちがいいですよ。今週僕はですね、とあるオンラインアートギャラリーが、彼らの特集の中に僕の写真の作品を入れてくれていたので、その作品をまたね見ていたんですよね。ザ・ヒーラーという写真のプロジェクトなんですが、2021年に、SNS を通じて知り合った、詩人で映画作家のアヨデジをモデルに写真を撮りました。撮影の日はね、何も特に決めていなかったんですけど、とりあえず体に直接絵の具を塗りたいという胸だけを伝えていました。実はね、撮影する日までアヨデジにはこう会ったことすらなかったんですよね。でも、まあ、僕がねインスタグラムに投稿していた写真に惚れ込んでくれて、写真をね撮ってもらいたいとこう何度か声をかけてくれていました。僕はね自分の制作で忙しかったりしていたので、実際撮影できたのは、まあ、声をかけてくれてから 2,3 ヶ月後だったかな。僕がねアリゾナのセドナに行く前くらいに撮影したんですけど、撮影の日はねまずこう服を着たままいくつかテスト撮影をしました。でその後に上半身脱いでもらって、僕がねアヨデジの肩や胸に青系の絵の具を塗って撮影し始めたんですね。でその後にこう背中を撮影したくなって、背中にこう指の腹でねトントンとこう軽く叩くようにして白の絵の具でこう模様をつけていきました。静かな空気の中、こう僕はね感性のまま模様をつけていっていると、アヨデジがねこう言うんですね。僕には傷があるんだって。そして背中をよく見てみると、ミミズ腫れが黒ずんだような傷がたくさんあったんですね。でごめん痛いのってこう聞くと、いやこれは古い傷なんだって、言いました。それからヨデジは母国のナイジェリアでこう自分のねセクシュアリティが理由で、まあ彼はゲイなんですけどね、でそれが理由で無知でこう打たれたことを教えてくれました。それでねもう自分が生まれた国にはいられないっていうんでアメリカに来たそうです。まあ日本だとね無知打ちになるとかってなかなか聞かないと思うんですけどね。でもね僕はそれ以上根掘り葉掘りは聞こうとしなかったんですね。彼が自主的に僕に伝える必要のあることだけこう大切に受け取りました。彼もまたねこう過去こんなことがあってこうでこうでってねドラマチックに語るタイプの人ではなかったので、僕たちはまあ体にこう絵の具を塗ったり写真を撮りながらこう神聖でね静かな時間を楽しみました。僕はねまあこういうふうに思いますよ。自分が傷つくような出来事を体験すると、僕たちは自然と自分を癒そうとする。だからね傷つくことが多ければ多いほどきっと癒しの能力も開いていく。だからヒーリングやこう癒しという形でね何かこうサービスを提供しようとしなくても、ただその人といるだけで実はねヒーリングや癒しというのは起こるんですね。その人の内からこうさざ波のように響いてくる音が外にも広がっていて、それに触れるわけですからね。だからヒーラーと呼ばれる人たちってある種こう苦しい体験をすることもまた彼らにとっての宿命とも言えるかもしれませんね。
傷つくことがなんだかね、いけないような思い込みとかってありませんでした？うん。僕はありました、そういうのがね。だから自分が傷ついた出来事は悪かった出来事、残念だった出来事にしている。うん。でも自分と向き合って傷ついた自分にしっかりこう愛を注いだ人というのは人類のね、財産のようにも思います。存在しているだけで優しさをね、こう放てるんですからね。そうであれば確かにね、こう傷ついたかもしれないけれど、その時はもうこんな人生嫌だってね思ったかもしれないけれど、なんだかね、そういった出来事もギフトとか祝福のようにも思いますよね。うん、そんなことでもなかったら自分の内にこう眠るとてつもない優しさとか愛にね、気づくこともなかったでしょうから。僕のね、モデルになってくれたヨデジもね、ある種虐げられる体験のようなものがあって、彼の中から詩が生まれて、詩集が出版されて、でそれをもとに彼は短編映画も監督しました。アートがこうね、開いていったんですね。彼のね、短編映画はアンセットという、抑えられたからこそ解放がこうね、起きるような作品なんですけど、うん、概要欄にね、リンクを貼っておきますね。きっと予告編がね、YouTube に上がっていたと思うんで、うん、でこれは世界中のいろんな映画祭でね、披露されていて、世界中である種癒しをね、与えているんですね。うん、でそれでね、アヨデジをモデルにした僕の、まあ、写真のプロジェクトのタイトルなんですが、どうしてこうザ・ヒーラーになったのかっていうと、まあ、多くの場合ね、誰かをヒーリングする人ってね、思われるかもしれません。辞書にもまあそのように、書いてありますしね。でもこのプロジェクトに関しては、自分自身を癒してきた人というのが僕の意図です。僕にとってこう自分自身をね、癒してきた人って、もちろん優しさもあるんですが、強さも同時に開いているんですね。うん、そうでないともう生きていなかったりするでしょうから。まあアヨデジをね、見ていたら素直に優しさと強さを同時に感じると思いますよ。だから優しいということはね、強いということでもあるかもしれないですね。うん、まあ、そんな感じでね、今回自分の、作品を振り返る機会がね、あったんですね。それでね、例えばあなたが思い描く未来に、もしあなたが今とは全く違うステージにいるとしたら、まあステージって要は違う環境や立場ってことですが、そうだとしたら、どこかのタイミングでガラッと方向転換をすることになりますよね。つまり人生を変える出来事があるわけですね。つまり現状維持しようとする自分をぶっ壊すようなことが起こるわけです。今まで抱えていた価値観や観念を手放さずにはいられないようなこと。大体の場合はね、自分が持っている価値観の中での最悪なことなのではないでしょうか。うん。でももし本当にね、そこに行く自分を信じたいのであれば、むしろ降りかかった出来事に抵抗せずに受け入れられるのかどうかが鍵なのではと思います。そういった最悪な出来事を思い描いているところに行くまでに、こう起こるね、出来事というふうに冷静に捉えられれば、少しね、安堵もするでしょう。そしてその安堵感の中にいるようにする。僕たちはね、どうしても起こっている現実にフォーカス
し続ける癖がねありますから、こんなのは嫌だから頑張ってどうにか解決しなきゃってね、抵抗しがちかもしれない。でもそれって自分を批判してるのと同じような気がします。ダメだダメだってね、こう批判を内側で響かせていますから、それよりも自分のために実はね怒ってくれているってまるっと受け入れて、自分が思い描いていたところをまたね見られる視点に立ち返る。そうやって自分の位置に立ち返れば、許された自分自身が癒しを運んできてくれたりします。だから何かが起こった時に、なんて自分はダメなんだろうとね批判せずに、自分にしっかり愛を注いであげて、これが自分なんだってこう全部ね受け止めてあげる。そうやって許しを内から響かせていると、それがねなぜか道しるべみたいになって、不思議とことがうまく運ばれていったりするんですよ。魔法のようですけど、でもまあいいんじゃないですかもしね自分の中に何が眠っていたのかこう知りたかったら、魔法使いになってみても。僕自身もねいろんなことを経て、本当に想像もしていなかったようなことがたくさん開花していきました。自分を許容していくことで、こうね自分の中にあったアイデアを具現化したりして、それがね自分自身に歓喜できるようなことにつながっていきました。自分の人生はまあこんなもんだろうなんてね思っている人たちってね、本当は描いていたものがあったはずなんですよ。そうじゃなかったらこんなもんだろうなんて納得の仕方はしないだろうし、思いもしない。想像の中でね、こう自分にとってのそれっていうものが見えていたわけですからね。だから本当に手放すべきは夢ではなくて現実への執着かもしれない。自分を許容してみてもいいのかもしれないってねはい、今日もね、短い間でしたが、しなやかな良きこう時間をね過ごさせていただきました。こうやって僕自身もお話ししながら、自分の心の声、心の中をいろいろと整理整頓しています。いつも共にいてくれてありがとうございます。またね何か話したいことが湧いてきたら、心の声の記録をしたいと思いますでは、ニューヨークより太陽さんでした。じゃあまたね。